キングプリンスが3日、大晦日に生配信を行うことを発表し、配信方法や詳細は今後発表。SNS で大切なみんな一緒に過ごすことができる時間になればなって思ってます。一緒に素敵な年越しをしますし、う、と呼びかけた。昨年まで5年連続で出場した NHK 白歌合戦は、小ジャニー北川元社長による課外問題を受け、 選出されなかった。スマイル、アップ、キュジャに、ズ事務所税の出場は1979年以来44年ぶりに、ゼロ、こと、ところの、カウントダウンコンサートも98年の初回、第25年で、初めて開催見送りとなった。スノーマンも大味噌に生配信を行う。